皆さんこんにちは、のってんです。ねるるー。はい、今回はですね、じゃじゃーん、ねるねるねるね風のスライムキットを作ってみました。わあ、もう今回はただただパッケージがねるねるねるねっていうだけじゃなくて、実際にねスライムを作っていく途中で色が変わったりする、もうねそういうところもねるねるねるねっぽくなるように材料が入ってます。さあ、果たしてどんな風に色が変わってどんなスライムができるのか、早速やっていきましょう。まずはねるねるくんを開けます。じゃららららら、おー、すげえ。待って、なんか普通に楽しみになってきた。はい、中身はこんな感じです。1番の液、2番の粉、3番の液、4番のトッピングって感じですね。はい、では早速作っていきますよ。まずはこちら、じゃじゃん、1番の液をここに入れていきます。よし、いきます。おお、待って、もうめっちゃ楽しい。どうしようこれ。そしてじゃじゃん、次は2番の粉を入れていきます。なんか風邪薬みたいになってる。2番の粉をサラサラと、あ、で、ここでもう第一の色変わりゾーンだから見ててね、みんな行くよ。さあ、どうかな、どうどうどう、みんな色変わってきてるの分かるかな。ほら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 、もうねる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 だよ、ねるねる。ほら、今入れたところがね青になるの、めっちゃねるねるでしょこれ。おお、このさ、液体の中に粉が混じる感じ、めっちゃねるねる。おーおーおお、色も変わってる、色も変わって、やばいやばい、伝えたいことが多すぎる。そしてブドウ3番の液をこの中に入れていきます。いくよー。でね、ここでね多分また色が変わると思うんだよな。また色が、ほら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 、おおおお、うわおこれやばい、ねる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 。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでねるねるねるスライムになりました。おおおおおお、ギャラクシーって感じになった、なんか。おお、では最後こちら、じゃじゃん、4番のトッピングをねるねくんのとこに入れていきます。おお、やばやば、超いいじゃん。ちょ、うわうわうわ、なんか落ちちゃった。よし、じゃあこれつけていきます。いくよー。おお、なんか汚くないこれ、ドローン。うわ、あ、なんかあんま混ざんないな、表面にひっつくって感じ。てか、なんか私の手の方がトッピングされてる。全部入れちゃおっか、ニュリー。ふぅ、本物のねるねるだったらかなり贅沢だよね、一気にトッピングしちゃうっていう。ほい、じゃあいただきま、あ、ということでいかがでしたでしょうか。パッケージが違うだけで普通にスライム作るよりなんか何百倍も楽しいっていうか、普通に楽しかったんだよ。もし友達にスライムを作る材料をプレゼントするとかだったら、こういう風にねパッケージしてあげるとなんか面白いプレゼントになるんじゃないかなと思います。色が変わった仕組み、あれがね知りたい方はぜひ概要欄見てください。今回はねる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 スライムなので食べれないんですけど、ねるねるねるねを作ってる気持ちが味わえてすごい楽しいので、よかったら作ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではまたねー。